はい、こんにちは、カズマ博物館です。ということで、ゼロワンのおもちゃを片付け。ゼロワンにはね、1年間いろんなことがあってお世話になりました。ありがとうございました。まあ今はもうね、セーバーということで新しい仮面ライダーが始まっておりますけども、電池をね、全部こんな感じで今抜いて、デラックス版もね、全部抜いて箱に戻しました。ちょっとその箱に戻して箱を持ってきます。すごい重た、めっちゃ重た。全部中身入ってるからこれやばいな、重て、重た、よいしょ、重た。思った、よいしょ、はい、こんな感じで全部中身入っております。パズルみたいになっちゃってるね。もうちょっとなんかうまくしまえれそうだな、これ。さすがにもうちょいうまくしまうか。まあとりあえず後でここの机の上にゼロワンのおもちゃ全部箱で出したいと思います。まあレオンさんとかみたいに全部のおもちゃを買ってるとかではないので、この食玩のこれ出すのむず。電池なので僕はね、そんなに全部持ってるってわけじゃないですけども、とりあえず頑張って集めたおもちゃを一気に出したいと思います。熱い。いやでも本当ゼロワンね、途中どうなっちゃうかなと思ったけど、俺なんか面白くないなじゃないけど、まあそう実際言ってたけど、でもコロナがあってこういろいろ話数も短くなってあれすると、なんか一気にお話の展開が進んで面白くなりましたよね。やっぱりちょっとね、俺は50話が長いんじゃないかなと1年が長いんじゃないかなと思います。めちゃめちゃこれ撮るのむずいんだけど、誰か食玩ガシャポンの電池のうまい撮り方知ってる人いる？まあ生放送じゃないからそんなすぐ回答されないと思うけど。懐かしい Shining her breath ability。 音聞きたくなっちゃった。ハイパージャンプ、音が違うな。アサルトホッパーってあれか、あの青っぽいライン入ってるやつか。いやこれの作業をやらないとみんなどうなるかって知ってます？液漏れして大変なことになります。まあ電池入ってるもの全部ですね、全般で言えるんですけども、ぜひ抜いてないでそのまま保存しちゃってるって人がいたら、この動画を見たきっかけで抜いてください。危ないです、非常に。あ、これもいるじゃん。いいね。
こんな音だったっけ。長超絶疲れてきたんですけど、まあもうボタン電池の嵐だよね。ダッチ電池終わったかな。ちょっとまだそっちに残ってるけど、これでガシャポン版はここに積んで、見てるやつはもうこっち、これも食玩版だね。絶縁シートの数。いや今朝9時、まあ、20分ぐらいかな起きてあれなんですけども、もうゼロワン玩具が勝俣博物館に飾れないんですよ。棚がなくて。だからこういうことしてるんですよね今。もうゼロワン玩具はとりあえず段ボール、令和に入ったので。セーバーもどれぐらいの玩具量になっちゃうんだろうな。ちょっと減らしてほしいよねやっぱり。いやー博物館もほんとちょっとなんか増設しないとな。棚を増設しないとちょっと飾れない。もうただでさえ段ボールに入ってるんで飾れないよ。このゴリラメッキだ。これがシャポンシャポンに全部入れちゃうか。これも電池じゃね。ああ、これ光るやつじゃない。これも電池じゃん。はい、ということで全部ゼロワンのおもちゃ出してみました。あとはヒューマギアのモジュール頭のやつとかはまたあれなんですけども、とりあえず博物館にある、おもちゃ全部並べてみましたけども、すごい量ですね。やばいね。でももっと本当あるんでしょ。レジェンドプログライズキーもあるしね、俺がないのガトリングとかもないし、やばいね。はい。あれ持ってないのかな俺。あれ持ってなかったっけ。あのメタルクラスターの武器持ってなかったっけ。ないな。でもなかったもんな。まあこんな感じですわ。すごいやばいね。倍。ということでまあ01、1年間ありがとうございました。セーバーこれからもよろしくお願いしますになるのかな、わかんないけど。俺は買いたいものを買う、やりたいものを動画にする、ただそれだけなので、全部が全部やるわけじゃないので、よろしくお願いします。片付ける。箱にしまう。それではまた明日。